さあ、それでは続きましてはヤマハ SS クラスとなります。2021年 NTC カップシリーズ第6戦ヤマハ SS クラスの予選ヒートです。それスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。見事今日もポジションを獲得いたしましたゼッケンナンバー24番チームオーガスト山下優です。そして2番手フロントローカーのスタートとなりますのがゼッケンナンバーは65番ケーティ富下リオナ、3番手は56号車オッポーツ隅日向、4番手からはテクサ佐々木結人ゼッケンナンバー3番です。5番手からはゼッケン4番ひとみ EP ウィズレーシングチームワールドひとみ昌磨、6番手からはゼッケンナンバー11番チーム TKC 清宮圭一、以上が上位6台となります。7番手からは RF 青山末吉光内、8番手からはガレージ海斗池田悟、9番手からはライトニング土屋匠、10番手からはテコルサ板花匠、11番手からはフラックスモータースポーツ北康介、12番手からは K3 レーシング大野流星、13番手から今回久々の参戦ウェルストン山田ひとみ、14番手からコローラ新茨城レオンキッズレーシング小野大地、15番手からはチームオーガスト山田龍之介、16番手からは23号車チームエフェガーラ桑原康介、17番手からは諏訪白斗トミースポーツレーシング、そして18番手からはテコルサ坂本優也、以上18台でヤマハ SS クラスの予選ヒート、周回数は10ラップにて行ってまいります。ヤマハ SS クラス、これで隊列全車ロックオンとなりました。フロントローにはこの絶妙なベテランドライバーとなり山下優、その隣には富下リオナ、この隊列が立ち上がってまいります。さあ予選ヒート、レッドシグナルはブラックアウト、レーススタート。さあ1コーナーに向けて山下優がホールショットを取った、いや、イン側から山下優はこれで3番手に下がって、隅日向かな、隅日向がこれ、イン側入っていきまして、トップに躍り出たように見える。富下リオナは4番手に下がっているか、ひとみ昌磨もこれ一緒に上がってきていますか。さあ、そうするとおそらくトップは隅日向ではないでしょうか。さあ、隅日向がやはりトップ、そしてひとみ昌磨もその後ろ、もうひとみもすっかり速くなりました。その後ろにはしかし山下優がおります。富下リオナもフロントローの2体は下がる形になりましたが、それでも先頭集団にはガチリと食らいついていきます。そしてその後ろには超ベテランドライバー西宮圭一です。さあ、西宮圭一は昨年のスーパー SS クラスのシリーズチャンピオン、この西宮圭一が今5番手、先頭集団に追いついていこうと走っていきます。ここは隅日向、2番手が富昌磨、3番手には山下、そして富下リオナと、この4台トップ4台は、集団で走っておりまして、今4コーナー立ち上がってまいります。隅日向が今日は来るのか、山下優をかわしてくるでしょうか。隅日向速さがありまして、もういろんなね、あのレースでは優勝をもぎ取っているそんなドライバーですが、ここで富昌磨が飛び込んで山下優がトレイン。隅日向は一気に3番手、いや4番手か、3番手まで下がりました。トップはこれでひとみ昌磨、2番手が山下優、さあ3番手に隅日向、4番手が富下リオナ、どうなんでしょうね、これ後ろの西宮圭一が加わってきて、おっと最終コーナー1台がストップ、そして、もう1台も坂本、しかしこれなんとかマシンコントロールしました、クラッシュはせずなんとかコースに戻ってまいりました。坂本
本優也。さあ引っ越します、最終コーナー。さあここで1台マシンが壊れているか。さあ失礼しました。そしてトップがですね、これ入れ替わっていますね。トップが山下優、再び山下優がトップ。さあ山下優がトップ、2番手が住平田、3番手が富下リオナ、その後ろに一見翔も、これでガッツリと5番手の西宮圭一もトップ争いに加わっていく。さあそしてその後ろには佐々木優衣とだ。佐々木優衣と今日速さがあります。あっとまた最終コーナーちょっとハラッとしますが、これは抜けてまいりました。桑原康介が今、ね、ちょっと最終コーナー危うげでしたけれども、ここは大丈夫でした。さあこれで山田龍之介のマシーンに不備が出ているということで、オレンジボールが出ております。さあバックストレート、今トップは山下優、2番手が住日向、3番手が富下リオナ、4番手には人見翔馬、そして西宮圭一と続いております。その後ろには佐々木優衣と末吉光大。さあこの辺りの佐々木優衣と末吉光大も、優勝を狙っていける十分に実力のあるドライバーです。末吉光大、これ今ホームストレート上で今8番手バトルですが、かなり苛烈になっていますね。この辺りは土屋拓海、板花、池田悟、この辺り、池田悟今日は行けそうというふうに言っていたんですが、ちょっと上に這い上がってくることが難しいか。池田悟、そしてなんといっても今回久々の復帰戦の板花ですからね。板花素晴らしいいただきたいところですが、さあそんな中レースは残り5ラップ折り返し。さあ折り返し後半戦で現在トップは山下優、2番手は隅になった、3番手が富久那、そして圭一となっております。その西宮圭一の後ろ少しだけ離れますか。佐々木優斗と末吉光大、速さがあればこのトップ争いに加わっていけばバトルには強いドライバーたちです。さあこれで周回は残り4ラップです。トップは山下優がこれは逃げ始めましたでしょうか。まだまだ若い者には負けませんと前回優勝表彰台のコメントをいただきました山下優、かかってこいとね、そういうことコメントもいただいていたかと思います。さあそんな山下優に対しまして、その後ろには隅日向、これは、ね、若手ドライバーの代表と言ってもいいんではないでしょうか。そしてその後ろには若手女性ドライバーの代表と言ってもいいんではないでしょうか、富下リオナが3番手。富下リオナもいろんなサーキットでもちろん優勝もね、もぎ取っているようなそんなドライバーですから、山下優にしかしいつも一歩及ばないそんな印象がありますから、この山下優に稽古をつけてもらって、いつかそのうち、そして今日のレースですか、山下優の前でチェッカーを受けていきたい、そんな気持ちの富下リオナではないでしょうか。さあこれでトップ3台がどうでしょうか、1位争いと言っていいでしょうか。山下優の後ろ少し離れますが、これで2番手が入れ替わります。2番手が入れ替わりました。富下リオナが2番手、3番手に住日向、そして4番手もここ入れ替わってますね。人見翔馬の前に西宮圭一が出ております。この後ろ6番手も入れ替わってますね。6番手も末吉光大が佐々木優衣との前に出ました。さあこれで対立グループ変わってくるでしょうか。残りは2ラップ、トップは山下優、ここは変わらず、その後ろに富下リオナと住日向。ちなみに現在のレースファステストはこの2番手の富下リオナです。さあ富下リオナが2番手走行中、その後ろ住日向、ちょっとこの3台の間が空きまして、山下優は楽になったか。もうここでね、下手にするようなインナーのライン走るような山下優ではありませんから、下手なバトルはしない、それが山下優。さあそんな山下優が現在トップ、戻ってまいりまして、ファイナルラップへと突入していきます。ここからファイナルラップ、さあトップの山下優はこのままファイナルラップを走り切るか、富下リオナ2番手のこのドライバー、どこかへ飛び込むことができるんでしょうか。SS クラス後方の順位バトルもかなり激しいことになっております。トップ山下優、その後ろ富下リオナ、追いつくか、いやこれは飛び込めないでしょう。飛び込むか飛び込まないですよね。さすがに予選ヒートでこの距離で飛び込むことはできないでしょう。いやしかし後方ちょっと入れ替わりましたか。
トップは山下優、2番手富下リオナ、このオーダーは変わらず、 SS クラスの予選ヒット今戻ってまいりまして、トップチェッカー山下優、2番手が富下リオナ、3番手変わるかと思いましたが、ここは変わりません。住日向が3番手チェッカー、4番手には西宮圭一、5番手は人見翔馬、6番手が末吉光大、佐々木糸をかわして6番手となりました。板花は8番手、北光介が9番手、土屋拓実、池田悟、大野流星、山田瞳、諏訪博人、桑原、小野、坂本、そして山田隆一は龍之介は、DNF という形になりました。